産地を偽装したアサリをスーパーなどに販売、三重県内の3つの業者に行政指導です。このうち伊勢市の立花社は去年1月から今年4月にかけて中国産や韓国産のアサリを三重県産と偽り、およそ107トンを県外のスーパーなどに販売していました。熊本県産のアサリをめぐる産地偽装問題の発覚以降、相次いで寄せられた情報から三重県が立ち入り調査を行い、伝票に記載された仕入れ先などから偽装が発覚しました。県によりますと、立花社の社長は三重県産のアサリを売りにしていたが、県内の漁獲量が減ったため偽装したと話しているということです。このほか松阪市の業者2社も中国産などのアサリを熊本県産と偽って販売していたとして行政指導を受けました。